ことがグッとすれば、おー、こうやってみんな、こっちの打てて外したらダメやわ。もうちょっとね、はい、お願いします。うーん、楽しかった。出来は良かったと思います。生育的にも予定通り揃ってくれたかなと思っています。その江戸時代だったりするは、各地に在来品種っていうのが無数にあったそうなんですよ。先人の皆さんの苦労を感じれるようなですね、お米ができたかなと、できるなと思って始めました。味は粘りが少なくてあっさりしていると思います。はい、粘りが少ないってことは、それだけその麹作る時も向いてると思うので、いいんじゃないかなと思います。ねえ、もうか、私の包丁もそうだったんですけど、これ以上もう少しでかすと、やっぱいいお酒ができてくれるんじゃないかなと楽しみにしてます。個性のある味を楽しんでもらえたらなと、食べる方に思ってます。